世界史は高等学校に設置されている科目である。世界の歴史について学ぶ。現在は地理歴史科の中に設置され、必ず理習とされている。主に世界史の大まかな流れをつかむ通史が扱われる。近年は課題学習などの特定のテーマを探求する、カリキュラムも導入されるようになった。世界史 A、世界史 B から1科目が必ず理習。 理修学年は指定されていない。なお、世界史 A は、近現代史を中心とし、世界史 B は、通史を学ぶ。新しい学習指導要領においては、これらの科目が廃止され、世界史と日本史の区別なく近現代史を扱う、歴史総合と通史を学ぶ、世界史探求に再編される。第二次世界大戦終戦後の学生改革に伴い、 新生高等学校が発足した。新生高校での世界史に関する科目は、社会科のもとに、当初は東洋史と西洋史の2科目が設けられた。しかしこの2科目は1949年に統合されて世界史となった。1960年に告示された学習指導要領では、基本的な内容を扱う、世界史 A、発展的な内容を扱う。 世界史 B の2科目に分けられた。1970年国時の学習指導要領で、再び世界史は1科目に統一された。1989年国時の学習指導要領で、高等学校社会科が再編され、従来の社会科は地理歴史科と公民科の2科目に分割された。それに伴い、従来は社会科に属していた世界史は、 地理歴史科の科目として学習するようになった。また1989年告示の学習指導要領から世界史科目は近現代史を中心とする世界史 A と通史を学ぶ世界史 B の2科目体制になり、この2科目のうちから1科目を選択して必ず履修することとなった。その背景として中学校において地理については、 地理的分野で学習するが、歴史的分野については、日本史が中心であり、中学高校を通じて、世界史を通しを体系的に学ぶ機会が、高校の段階にしか存在せず、中学高校を通じて、世界史、日本史、地理について外観できるようにするためであるとされる。世界史の必ず履修、及び世界史の科目構成は、1998年告示。 2003年度、第1学年から適用された、現行の学習指導要領にも受け継がれ、2013年度から、学年進行予定の新学習指導要領においても、引き続き必ず履修となった。2018年3月に告示され、2022年度、第1学年より、年度進行で実施される予定となっている、学習指導要領では、1994年以来の、 科目構成が大幅に変更され、世界史に関連する科目は、歴史総合及び世界史探求の2科目に再編される。近現代史分野を中心に、日本史と世界史を融合した歴史総合が必ず履修科目となり、歴史総合を履修した後に履修する科目として、通史学習にあたる世界史探求が選択科目として解説される。いずれの科目も主体的、 対話的で深い学びを重視した過程が組まれるることになる世界史に関する内容は歴史総合の形で引き続き全員が学ぶことになる。ところが実際には必ず履修とされている世界史を履修させていなかった高校が全国的に存在していたことが2006年10月報道機関や文部科学省の調査により明らかにされた。世界史の時間に 英語や数学等、大学受験において重視される科目を重点的に教えていた高校もある。学校によっては通知表等で世界史と書かれていても、実際には地理等の他の科目にすり替えられて開講されたケースもある。中学校では世界史に関する科目は独立して設置されていないが、社会科の歴史的分野の中で世界史に関する内容についても触れる。 近年の学習指導要領では世界史の内容が削減された。学習指導要領の目標では我が国の歴史の大きな流れと各時代の特色を世界の歴史を背景に理解させるとしている。学習指導要領では世界史に関わる内容として世界の古代文明、東アジアとの関わり、市民革命や産業革命を経た欧米諸国のアジアへの進出、 近代日本の国際的地位の向上と大陸との関係、近現代の国際情勢などの内容を日本史と関連させる形で学習することを狙っている。また、日本史と関連性の薄いものとして絶対王政や宗教改革なども学習する。高等学校に設置されている世界史は政治史と関わりが強い。経済史、科学史や技術史、文化史、 精神史、宗教史、法制史などは政治史ほど扱われない。山川出版社の教科書を表す羽田ただし東京大学教授は、現在の世界史の見方は100年から200年前と同じ。歴史学の根本にある世界観が19世紀のまま。歴史学も経済と同じで国家主義的である。と語る。この問題の詳細については、 高等学校必ず履修科目未履修問題も参照されたい。1998年告示、中学校学習指導要領、第2章、各教科、第2節、社会、第2、各分野の目標及び、内容、歴史的分野より、日経ビジネス2010年3月号。ありがとうございます。